逆転したからこそ固いね野球をすると、明日ドバイ選手ホームラン打ちそうな気がすると。お疲れ様でーす。 KT です。今日は5月17日ということで、本日もハーフラボご視聴いただきましてありがとうございます。はい、本日はですね、日本各地で30度を超えるという気温になったようで、突然ね、暑くなってきましたので、体調の方いかがでしょうか？大丈夫ですかね？はい、ということで自分ですね、今日から半袖で、動画の撮影の方をしていきたいと思います。はい、今日のゲーム、本当にね、ただただ悪夢ということで残念な試合結果となってしまいましたけれども、まあなんかね、今年に限った話ではないと思うんですけど、特に今年はね、悔しい負け方が多いんじゃないかなというふうに思っておりまして、あと少しね、こうしておけば、ああしておけば、勝っていたんじゃないかなという試合が、これでね、4試合か5試合、あったんじゃないかなというふうにね、記憶しておりまして、まあそれをね、すべて勝っていれば、負けが5つ減り、勝ちが5つ増えということで計算していくと、今頃ね、首位に立っていてもおかしくないんじゃないかなという計算にはなるんですけども、まあ逆にですね、奇跡的な逆転勝利もあったりと、またね、謎に勝てた試合があったりということもありましたんで、まあそれも含め、これも含めということで、まあプロ野球なんじゃないか、ペナントレースなんじゃないかなということで、まあ今の順位がね妥当というふうになってくるのかなというふうに思っております。はい、ということですね、まあ今日もまたね悔しい試合となってしまいましたので、しっかり反省会の方を行っていきたいと思います。でその前になんですけども、こちらドンということで、中村隆弘選手おめでとうございます。育成契約からね支配下契約へ勝ち取ったということでね、本当におめでとうございます。で背番号の方が123から97ということで2桁になりました。でもうちょっとね若いいい番号をつけてあげてもいいのかなというふうに思うんです。結構ね若い番号ねもう売り切れちゃっておるということなので、まあ1桁はね何個か余っているんですけども、まあぜひね今年来年ね活躍して、1桁背番号もね、さらにもぎ取っていってほしいなというふうに思っております。で早ければ、金曜日のタイガース戦ですね、甲子園でのタイガース戦に合流して、しかも、スタメン出場もあるんじゃないかなという報道も出ておりますんでね。で金曜日が青柳投手がね、先発の予定になっているのかなということで、出場機会があるんじゃないかなというふうに予想されております。でまあこの中村選手、今ね春先ウエスタン開幕直後ですね、本当に打ちまくっておりまして、まあ最近はねちょっとそこまでね打ってはいないんですけども、まあ、本当に、ね、当初は4割をね大きく超える打率ということで、まあ今のね宮崎さんとか秋山さんクラスでね、ヒットをかっ飛ばしていたということで、まあその中でもですね、まあ同じくタイガース戦になるんですけども、岩田投手という変則の左ピッチャーが今ね2軍におりまして、まあそのピッチャーからですね左バッターの中村選手が見事にホームラン打つというシーンがありまして、まあ変則のね左ピッチャーの変化球ですね、ちょっと開きたくなるところを、我慢して振り抜いてホームランというね、見事なバッティングできておりました。まあ、これもですね、今のカープのね、他の選手もなかなかやれないような、バッティングだったということでね、もう鮮明にね、記憶に残っているんですけども、そういうね、バッティングをね、ぜひとも、一軍に上がってしてもらいたいですし、まあ、左のね、変則ピッチャーを攻略できたということは、まあ、右のアンダースローのね、青柳投手もね、攻略できるということになってくると思いますので、ぜひね、デビュー戦で、初安打を記録していただけると、嬉しいなというふうに思っております。まあ、このね、育成から支配下に上がったというところを見ましたね。さらに1軍のね出場となってきます。他のねこの若手の野手、まあ、他の支配下の選手もそうですし、育成選手のね励みにもなりますし、刺激にもなるということになりますんでね、ぜひデビュー戦での活躍を期待しております。でこれ関係はおそらくないとは思うんですけども、同じくね外野手の左の野間選手が、昨日のね走塁中に足を痛めたということで、出場選手登録の抹消ということになっております。で前日ですね、大森選手ですね、同じ左の外野手が1軍出場選手登録抹消ということになっておりまして、まあ、あとね9日間1軍での登録出場というのができないという中で、野間さんがねもう怪我してしまうというのも、まあ、野間さんらしいタイミングっちゃタイミングなんですけども、まあオフの時だったかな、新井監督から3回ピキッといったらもう罰金だよみたいなこと言われておりましてね、まあ、1回目やってしまったということになりますんでね、まあ、ぜひねしっかり直して帰ってきていただきたいなというふうに思いますし、まあ、その間にねこうして中村選手とかね堂林選手とかが、アピールしてると、ますますね、野間さん厳しくなってくると思いますけども、まあ、しっかり、まあ、怪我だけはね、しっかり直して、その後もう一回アピールし直していってほしいな、というふうに思います。はい、そして同じくですね、今日登録抹消されました、床田投手ですね。まあ、初めはですね、ここまで結構投げてきていたということで、積極的休養の、登録抹消かな、というふうに思っていたんですけども、どうやらね、左肘にちょっと違和感、炎症の方があったということのね、報道に なっておりますんで、ちょっとこれは心配ですね。まあ、最短でね、ちょっと休んで治療してね、いけば復帰できるの
かというような状況なのか、何ヶ月かね休めなきゃいけないのか、ちょっとわかりませんけども、しっかりね、直して、できれば交流戦あたりではね、帰ってきてほしいなと、貴重な戦力なので、もう勝ち頭というふうになっておりますので、帰ってきてほしいなというふうに思います。で、こういうのを見ますとね、本当に改めて、まあ今日ね、投げました。この後しっかりね、振り返っていくんですけども、クリ投手のね、このタフネスさと、いったのは本当にね、重宝されるべきかなというふうに思います。で、去年できますと、大瀬良さんもね、途中離脱ありました。大瀬良さん今年も離脱ある。で、森下投手もね、去年を振り返ってしたんですけども、まあその影響でね、肘のクリーニング手術をやる。で、床田投手も去年怪我があって、今年もね、このようにちょっと抹消されるということを考えますと、4本柱のね、一角クリ投手はもう去年も、まあ調子を落としてのね、リリーフ転向みたいなのがあったんですけども、怪我というのは本当にないということでね、もうクリ投手のタフさというのは本当に素晴らしいかなというふうに思います。はい、そしてですね、ちょっと他球団の方を見ていきますと、電撃トレードということで、まあジャイアンツの廣岡選手と、バファローズの鈴木投手かな、K 鈴木と言われていた方かな、のトレードがあるということで、まあこれ、ジャイアンツの廣岡選手は、内野手で、バファローズの鈴木選手は、投手ということで、まあお互いのね、ウィークポイントの、補強ということで合致したのかなということで、まあジャイアンツの方でいきますと、他のね、若手ですね、まあ先週のカードでも見ていきますと、廣岡選手じゃないわ、門脇選手とかね、あとはまあ中山ライトさんかな、とか、もうね、出てきておりますんで、まあそういった意味ではね、廣岡選手を出して、ピッチャーをね、もう明らかにジャイアンツはね、今ピッチャーが弱いということなので、ピッチャーの補強という目的で獲得したというふうに思いますし、まあ坂本選手がですね、春先ちょっと状態が、もう最悪の状態だったんですけども、まあそれをね、出してきたということで、まあもともとね、坂本選手のバックアップ的な感じで廣岡選手獲得していたんですけども、まあ今年も坂本選手いけるだろうというところでのこの決断になったんじゃないかなというふうに思いますんでね、まあ坂本選手を目覚めさせたのはカープだということになりますけども、まあお互いですね、廣岡選手にしても鈴木選手にしても、新天地で求められている場所があるということなのでね、そういった意味では、まあ現役トレードもね、現役ドラフトかを含めましてもね、こういうトレードというのはね、決してネガティブなことではないというふうに思いますんで、ポジティブに出場機会を求めて、頑張っていただきたいなというふうに思います。はい、ということでね、ちょっと脱線しましたけども、こちらのチャンネルは広島カープ応援チャンネルと、なっております。カープの応援が10倍楽しくなるようにというコンセプトで、動画の方を作っておりますので、カープファンの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、で、まあ今日ね、ちょっと悔しい負けとなってしまいましたけども、明日勝てばカード勝ち越しや、ということで、切り替えの方が済んでいる方は、いいねボタンで教えてください。よろしくお願いします。はい、ではここからは反省会、試合の振り返りの方を行っていきたいと思います。今日はですね、野手、投手の順番で、見ていきたいと思います。まず野手のところから見ていきます。初回の攻撃ですね。菊池選手倒れた後、上本選手が、まあ、フォアボールで出塁ということで、その後ですね、まあ、秋山選手とのエンドランだとは思うんですけど、まあ、盗塁の間にね、三振の間に盗塁を決めるということで、まあ、2番バッターとしてね、仕事は完璧にこなしたのかなということになっております。で、まあ、そこでね、2アウト2塁という形を作りまして、マクブルーム選手がね、タイムリーヒット、初回のね、これ結構2アウト2塁、カープ作ることが多いので、ね、ここでねいつも1本欲しいなと、思ってる中でなかなか出なかったんですけども、今日はねしっかりタイムリーを打ってくれまして、4番の仕事を、果たしてくれました。まあそれによってですね、秋山選手のね三振というのもね、結果的に盗塁成功になりましたんで、報われてくるということで、まあそういった意味でもね、大きな選手点というところもありますし、秋山選手を救うということで、まあ見事なタイムリーヒットだったんじゃないかなというふうに思います。はい、そして続く2回ですね、まあ逆転された後なんですけども、まあ坂倉選手出塁ヒットで出塁、そして、続くプリンスこと堂林選手がですね、まあ、ツーベースで出塁ということになりまして、まあ、フェンスまで行く当たりではなかったんですけども、しっかりね、二塁打にすると、まあ、それでね、ゲッツーがなくなるというのもね、結構大きいので、堂林選手、ナイス二塁打ということで、今日本当にね、触れてましたね、堂林選手。はい、そして、まあ、その後ですね、まあ、ノーアウト二塁三塁ということで、まあ、DeNA もまだ1点勝っているということで、内野がですね、定置についていたので、まあ、栗投手がね、なんとか転がしてね、二遊間に転がせば1点入るというケースでね、なんとかね、栗投手もね、頑張ってゴロ転がそうというふうに頑張っていたんですが、結果的にね、前目にいました、唯一前目にいったね、ファーストゴロになってしまうということで、坂倉選手が帰ってこれないということで残念だったんですけど、まあ、栗選手のね、打席での気迫というのは伝わってきますんでね、結果的にファーストゴロになってしまったというのは、これは仕方のないことかなというふうに思います。またですね、その次、1番に帰りまして、菊池選手がしっかりね、カバーということで、まあ、2点タイムリーヒットということで、栗投手をね、救ってくれたんじゃない
かなというふうに言います。で、この後ですね、まあ、ワンアウトでランナー一塁、菊池選手が残るというところになりますけども、まあ、そこからですね、あえて、初回ね、送りバントはしないという今、チームの方針なんですけども、あえてここでね、ワンアウト一塁から送って、ツーアウト二塁を作るという野球もね、これはこれで面白いんじゃないかなというふうにね、思ったんですけども、まあ、逆にね、イケイケどんどんでいって、結果的にね、ゲッツーとかになってしまいますと、相手のね、また息を吹き返すということにもなりかねないので、逆に硬いね、そこはね、逆転したからこそ、硬いね、野球をするというのもありなのかなというので、ツーアウトランナー二塁にして、まあ、秋山選手を迎えるというのもね、結構相手のバッテリーは嫌なのかなと。で、そこで秋山選手とね、勝負を嫌がると、1打席目タイムリーを放っている、マックブルーム選手に回るということで、結構ね、そういうのも嫌らしい、バントだから相手をね、助けるというような攻撃じゃなくて、バントだからこそ相手を苦しめる、みたいな攻撃もしてもいいんじゃないかなというふうにね、個人的には見ておりました。はい、そしてね、3回は三者凡退でと、そして4回もかな。で、堂林選手ね、今日本当にね、触れていましたね。昨日のライトフライ、ライトライナーみたいなのもね、結構当てに行くだけの感じでも、フェンス近くまで飛ばしているという打球もありましたんで、堂林選手ね、結構触れていますし、明日も左ピッチャーが予告先発かな、東投手かな、はい、となっておりますんで、おそらくスタメンにはなると思うんですけど、そろそろホームラン出るんじゃないかなということで、まあもう一度ね、大事なことなんで繰り返します。明日、堂林選手、ホームラン打ちそうな気がするということで言っておきます。はい、そして5回ですね、上本選手らしい三塁線ということで、結構ね、低めに来る、球ですね、上本選手引っ張って強い打球でね、三塁線を抜くというのが結構ありますんでね、まあ、上本さんらしい、三塁線ツーベースということで、まあ、その後ですね、秋山選手、今日先発ピッチャーにね、タイミングが合ってないということで、まあ、ベンチのサインなのか、本人の意思なのか、その辺はね、定かではないんですけども、まあ、送りバントを試みるということで、結果的にね、微妙なタイミングではあったんですけども、相手のフィルダースチョイスを誘うということで、ノーアウト1塁3塁で、ね、ランナーが残るというね、最高のシチュエーションになりました。はい、そしてまあ1打席目、タイムリーを放っている、マックブルーム選手に回りまして、結果的にね、犠牲フライということだったので、まあ、ああいう場面でね、しっかり犠牲フライが打てるというのはね、本当にいいことかなというふうに思うんですけど、打った瞬間ね、お、スリーランやみたいな感じのね、確信歩きっぽい感じだったんですけども、あれは確信儀式ということでね、歩いていたのかなということで、まあ、フェンスね、ギリギリまで行ったということで、ナイスバッティングだったんじゃないかなというふうに思います。まあ、ああいうところでね、結構内野フライとかね、三振とかね、なってしまうこともある中で、しっかり1打点稼ぐというのは良かったのかじゃないかなというふうに思います。で、これでですね、マックブルーム選手、打点ね、1位に躍り出るということになるので、まあ、結果的にですね、マキ選手に最後抜かれてしまうんですけども、打点も今2位につけるということになっておりますんで、まあ、打率の方もね、2割5分ぐらいまで上がってきておりますんで、ちょっと4番として物足りない感じが続いていたんですけども、まあ、打率も2割5分まで上がる。で、打点も今2位、リーグ2位につけているということを考えますと、もうここまでね、十分仕事の方を果たしてくれているんじゃないかなというふうに思います。はい、そして6回からは回からの攻撃ということで三者凡退に終わりまして、7回ですね、先頭の菊池選手にデッドボールということで出塁してもらったチャンスなんですけども、まあ、デッドボールでね、肘に食らったということなんですけども、まあ、しっかりね、エルボーガードをつけていたので、まあ、事なき得たんですけども、あれがね、本当に直のね、ところに行って怪我なんか、されてしまいますとね、菊池選手が今抜けたら本当にね、秋山選手か菊池選手、この2人が抜けたらね、本当にチームガタガタガタと、行きかねない選手2人なのでね、本当に防具が大事だと、ということで、良かったデッドボールだと思います。で、相手からしたらね、本当に痛いデッドボールとなって、この回ね、1点でも取っておけばね、今日このような展開にはならなかったのかなというふうに考えますと、もう一回ですね、マックブルーム選手、ここでね、チャンス回ってきたんで、ここでね、もう一回ダメを押すね、打点を上げれるようになると、本当にね、シーズン通して打点を目指せるんじゃないかなというふうになりますね。ここでね、本当に1本欲しかったなという展開ではございました。はい、そして8回ですね、西川龍馬選手、打席のところではめちゃくちゃ集中しておりまして、まあ、ファールで粘りながら、しっかりね、最後ライト前に放つということで、いいバッティングだったんですけども、まあ、その次のですね、デイビッドソン選手のところかな、牽制でアウトになるという、これも本当に流れ的にね、最悪の、プレーでしたね。はい。で、1点返されて、4対3で迎えた8回。で、ノーアウトで出塁というところでのね、牽制室というのは本当にいただけないかなというプレーになりまして、まあ、デイビッドソン選手、2ボール2ストライクかな、平行カウントで、ひょっとしたらエンドラン出ていたかもしれないんですけども、まあ、ノーアウトだったんでね、ギャンブルスタートする必要はない。もう三振食らったら仕方ないぐらいでね、しっかりピッチャーが足上げてからスタートしてほしかったんですけども、まあ、牽制でアウトになって相手に流れが行くと。で、もっと言えば、ノーアウトでね、西川選手出塁したところで、例えば代打田中選手なんかを入れて、バントでね、しっかりランナー二塁に送る。まあ、さっきの2回の攻撃かな、のところでもあったんですけども、相手に流れのね、いかない攻撃をこの終盤で、ね、絶対やらなきゃいけないと。で、仮
に、まあ、エンドランだったとしても、牽制アウトじゃなかったとしても、エンドランのね、失敗すると、結構相手のね、息を吹き返してくる、1点差に迫って、相手がね、チャンスを潰してくれたということでね、もうスタンドと言いますかね、球場全体もね、これ横浜いけるぞみたいな空気になってしまいますんで、もうあえて硬い野球をね、すると。で、東京ドームのところでね、あの、マクブルーム、4番のマクブルーム選手に代えて松山選手を送るというぐらいね、結構非常と言っちゃちょっと間違いかもしれないんですけども、そういうね、決めの細かい采配をね、できる新井監督なので、ここ1点差で迎えた8回、ノーアウトで西川選手が出たというところになりますと、送りバントのできるバッターをね、打席に立たせて、バントもしくはね、進塁だというところをさせてもよかったんじゃないかなと。これがね、まあ3点差、4点差だったらね、強攻策みたいな感じで言ってもいいんですけども、1点差なんでね、本当に相手に流れのいかない攻撃というのを選択していただきたかったかなというふうに思います。はい、そしてですね、まあその後ですね、はい、守備のところ、振り返っていきたいと思います。はい、ピッチャーですね、栗投手、今日は、7回途中、8回と3分の1で、8安打を食らいまして、7失点ということで、実績は6失点なのかな。はい、ということで、まあ8回投げ切って、直接矢崎投手につなぐという狙いだったと思うんですけども、まあ途中ですね、3回、4回、5回、6回なんかね、本当にリズムよく、球数少なくということで、まあ8回までね、投げさせるという選択はね、全然間違いじゃないというふうに思いますけども、まあその先ほどのね、西川選手の牽制アウトというのもあって、流れが悪くなったということでね、まあ残念な結果となってしまいました。で、初回のところですね、まあ先制点取った後、関根選手かな、出塁許して、4番の、牧選手のところですね、まあ、ホームランを食らうと、いきなり逆転されるというところなんですけども、まあ勝負にね、行った結果だったので、全然いいかなというふうに思います。で、去年の、まあ、栗投手だったらね、警戒しすぎて、ボール、ボール、ボールと、ストライクゾーンでは勝負できずに、ボール、ボール、ボールとなって、まあ、フォアボール出すか、その後にね、カチコーンと打たれるようなことだったんですか、多かったんですけども、まあ、今年と言いますかね、今日に関しては、しっかり勝負に行った中でね、打たれてしまったというので、これはね、まあ、攻める必要はないのかな、というふうには思います。で、牧選手は高さ好きなんでね、侍の時もあの高さをね、東京ドームで、右方向ホームランっているというのもありましたんでね、牧選手に投げてはいけないところで、打たれてしまったと、いうことで、まあちょっと残念ではありました。はい、そして、2回のところですね。ランナーを背負って結構ね、嫌な空気になったんですけども、まあ、菊池選手の、タッチ&ピッチということで、ね、もうタッチをしに行きながら、ファーストに投げると、いうことで、併殺をね、一人で完成させてくれたと、いうことで、菊池選手に助けられて、0点に抑えました。まあ、その後ですね、3回は4人で抑え、4回、5回は三者凡退で、6回はですね、上位に帰ってきた中で、しっかり三者凡退に抑えると、いうことで、見事なピッチングが続いていきました。はい、そして7回ですね、まあ、先頭に、デッドボールを与えるということで、これはカープの、まあ、お返しじゃないんですけども、まあ、同じような状況になりまして、まあ、先頭の、バッターを、ね、出塁させるということでちょっと流れ悪かったですね。で、戸柱選手かな、フェンチョクの二塁打食らうということで、まあ、ここはね、1点は仕方がないという状況になりまして、まだ2点あったんでね、1点はもうしょうがないというところでしっかりね、1点で切り抜けたというところでよかったと思います。で、最後、代打でね、大和選手出てきてね、結構嫌な感じしたんですけども、しっかり抑え切ることができて、まあ、よかったんじゃないかなと。で、まあ、ここで変わるのかな、先週ね、完封しているということもあって、ここでね、まあ、交代かなというふうにね、8回をちょっと思ったんですけど、まあ、球数的にはね、まだいけるということでね、まあ、ここのね、選択は全然、間違いではなかったと思うんですけども、まあ、打順の巡り的にもね、8回はターリー投手が2人いって、1番からの方がいいかな。なので、佐野選手、関根選手あたりをね、ターリー投手でいって、最後ね、島内投手で抑えて、9回は矢崎投手に回すというような感じでね、自分は計算していたんですけども、まあ、球数が少ないということで、栗投手がね、続投ということになりました。で、まあ、西川選手のね、ミスがありということで、ちょっと流れが悪い中ね、3ボール0ストライクというカウントが悪い中になって、そこからね、ストライク3つ4つ投げてね、しっかり粘ったんですけど、最後ね、インコース際どいたのがボールという風になりまして、先頭フォアボールということになってしまいました。で、まあそこまではね、まあ仕方ないかなというふうに思って見ていたんですけども、まあデイビッドソン選手ですね、サード痛烈の当たり、宮崎選手の当たりかな、やってしまいましたということで、まあ難しいですね。人工芝、人工芝、人工芝、土、人工芝みたいなバウンドで、合わせるの難しいんですけども、まあ前に落としてね、さえくれればね、デイビッドソン選手の肩があれば、ファーストにアウトにできたということを考えますと、まあほぼトンネルに近いようなね、こいつということで、今日は3三振で、エラー1ということで、いいとこなしの1日だったんですけども、
ども、まあ、あのバッティングの方はねホームラン打っているとはいえ打率も2割に満たないということでちょっとねそろそろスタメンもどうなのという声も上がってきている中で、まあ、それでもね守備しっかりやっていたので、まあ、あのスタメンをね外すまでもないのかなというふうに見ていたんですけども、ああいうところでねエラーをしてしまいますといよいよねバッティングが打ててないというところにもね注目が集まってしまいますんで、次回ねああいうようなケースがあったらピッチャーを助けてあげるというのもしてあげてほしいなというふうに思います。まあちょっと難しい当たりではあったんですけどね、難しい、はい、ということですね。でその後ですね牧選手に今日2本目のホームランを食らうということになってしまってね、まあこれは栗投手は攻めれませんね、栗投手は悪くないということにしたいというふうに言います。でさすがになんですけども、あそこでねホームラン打たれた後はまあ球数関係なくね栗投手マウンドからね下ろす必要あったんじゃないかなということで続投させて外選手にホームランを食らうという、あのホームランね本当に余分だったかなというふうに思います。でまあその後ですね受けました堀江投手はねまあ1本ヒット打たれたのかなっていうのはあったんですけども、ここでね結構去年までだったらダラダラと失点を重ねるというところもあったんですけども、しっかりね堀江投手を抑えてくれたのは良かったのかなというふうに思います。はい、というところですね、まあ今日はミスがね2つ3つ重なって負けてしまったという残念なゲームになっておりますんですが、まあ力では負けていないというふうに思いますんで、まあ DeNA もね結構ミスするチームだというふうに、昨日結構ねあのセカンドのマキさんもねミスがあったということもありまして、やっぱりねミスした方が負けるというのがプロ野球になってくると思いますんで、明日はミスなくねしっかり戦っていきたいなというふうに思います。でコルニエル投手がねまた明日登板ということで、3試合ないしピッチングが続いている中で勝ち星をねプレゼントできてないという流れになっておりますんで、明日も序盤にね早めに得点を取って、コルニエル投手に、援護してあげたいなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。はい。で、しつこいようですけども、もう一回言っておきます。明日あたり、堂林選手がホームランを打つんじゃないかなというふうに思っておりますんで、しっかりね、チェックしておいてください。はい。ということで、カープ連勝止まって、DeNA 連敗止まるということで、ちょっと嫌な流れになってきておりますけども、そんなの関係ねえ。やっちゃおうということで、よろしくお願いします。失礼します。おやすみなさい。